はい、どうもくまです。ドラクエウォークやっていきたいと思います。天魔王の杖錬成ね、来ましたね。セイレーンの一緒にね、それをね使っていきたいと思います。今のところですね、これだね。はい、錬成ですね。はい、2まで、はい、2まで来ました。天地蛇法回ですね。あとは、ドルマ、バーストかな。はい、これが入っていくと、これをね、ちょっとどういう感じなのかね使っていきたいと思います。まずは、錬成のね内容を見ていきましょう。まあ、今回、まあ、ドルマバースト付与と MP も回復してくれるってことでね、あとこの天地蛇法回が、自身に付与されている効果の数に応じて威力が上昇するということで、どこだっけ、これですね。はい、2つ入ってるとさらに4個以上でかなり威力が上がると、さらに威力が上がるということで、何がついてればいいんだっていうところですよね。どれだ、まあこの辺ですよね。反射とか攻撃、まあ呪文、まあバフとかですよね。あとは状態異常が入ってると、まあ相手からの状態異常もそうだし、まあこっちのメタルボディとかそういうのもいいのか、守りの盾とかも OK ってことですね。うん、まあ、2段はいけるけど4段4個は結構きつそうだな。うん、まあちょっとやってみましょう。まあ今回ね、使っていく地図これです。神奈川のボン、神奈川のボンの怪しい地図、ドルマプラス 50% 推奨レベル65ということで、笑い袋がねいっぱい出る地図ですね。はい、ドルマ地図で笑い袋がいっぱい出る、特急色65ということで、結構いい地図ですよね。おすすめ、ドルマではねおすすめ。さあこれでまずやっていきましょうか。10回復するんだね、一定量。これ20だったらよかったな。天地蛇法、レベル1って出るの、ほう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 。そうか、これドルマバーストが1回で消えちゃうんだね。なるほどね。でも7000から8000ぐらいダメージですよね。いいんじゃない、いいんじゃないですか。結構だからドルマ周回用の地図とかだったら結構いいんじゃないの。どうなんだ、どうなんだ。お、入ってるね。ドルマのバースト入ってます。レベル1、はいはいはい。やっぱ7000から8000ぐらいダメージ出ますね。うん、これあれなのかな、ってことはプラス 50% の地図だから、まあ通常で周回するにはまあもうちょっとダメージはねきっと少ないはずですから、これはあれだね、2段入れ2個入ったらどんな感じになるんだろうな。お、入ってるね。真ん中1個入ってるね、ドルマバースト。あ、でもスライムにはもともとこれスライム系ダメージが出るの9000か。スライムブレスはもともとドルマ入りやすいかな、9000か。でもいいんじゃないですか。 MP もたまに回復するし、周回用の武器ですからね、もともとね。サブスキルも全体だし、持ってない人はいいかもしんないね。面白いんじゃないですか。周回としてはまた使いやすくなるんじゃないですかこれね。じゃあちょっとこれで2個、まず2個はできるよね。守りの盾でしょ、守りの盾。スカラとかでいいのか、スカラとか。あ、でも別にあれかねえな。あ、メタルキングガードは本人だけだもんね。お、大神官なんか、これスカラあるね。これで2個、これでレベル2になるのかな。天地蛇法回レベル2になるのかな。
次の段で使ってみましょう。通常で7000からまあドルマバースト入って9000ぐらいのダメージ。お、さあ打っていこうか。展示者崩壊。俺はあレベル2だね。あ暴走しちゃったな。でも暴走しても8000から9000、そんな強くなってないのかな。これ通常で7000ぐらいから9000ぐらいだから、で暴走してこれでしょ。どうなんだ、そんな変わんねえのかな。まあ、2段階でもね、これ4つってなると結構大変だよね。うん、4つ大変だね。次はね、こっちのパーティーでちょっとやってみましょう。っていうのもですね、このまあ、天地邪法を解で倒すっていうよりは、まあ、このドルマバーストをうまく使って、ドルマバースト、お、1年入ってるね。こっちの忍者の、竜のあの女王の爪、ドルマブレス。え、いいじゃん。要は置物にして、天魔王の杖を置物にして、ドルマブレスで周回するパターンっていう感じですね。なんとなくだけど、まあそのゾーマの装備もゾーマの武器もあれも結構置物というか、呪文耐性が下がるいきなりスキルがあるから、それを入れて使ってるっていう人も多いと思うんで、まあ、ドルマ武器がある、全体攻撃のドルマ武器がある。まあ、今回で言うとこの竜の女王の爪ですよね。ダメージも出るし、っていう人は、これ持ってるって人は、天魔王の爪、組み合わせて、ドルマバーストが入った時に、一撃で倒すみたいな。周回しやすくなりますよみたいな使い方の方がなんとなく実用的な感じはするかな。今さっきドルマバース入ってなかったね。こういうだから2本持ってる人とかは2人持たしてってなれば大体全員ドルマバーストかかるのかな。それもあるけどね。これで今お、全員入ってるね。全員ドルマバース入ってる。この状態で、ブレス。あ、でもそれでも、それでもこいつ残るか、ベビーサラマンダ。難しいね。まあ、忍者の、だからドラゴンだったらいいのかな。ドラゴンだったらいいのかもしれない。まあ、でもね、こういう使い方もありかなと思いますので、まあ、連成やってみてください、持ってる人は。はい。という感じでね、今日の動画は以上となります。はい。まあ、よかったら見てください。それじゃあまた。